が遠い空の果ては七色に染まってく誇らしげにただひたすら走ってきた誰かのため風が言ういいんだ自分を信じて Don't you cry 悲しい涙は夢見心
世はまさに朝のごとく乱れ、大地を揺るがし天をも惑わし人心を震撼せしめた異臭液性革命もようやく終わり、異色足りて礼節を知るの言葉通り、街行く人々の顔には笑顔が戻り、穏やかな日々を過ごし始めていた。古来死の愛は海よりも深く、受けた恩は山よりも高いと申します。そして師弟の関係には、青は愛よりいでてなお愛より青し、トンビが鷹を産む、カエルの子はカエル、反面教師、この親にしてこの子ありなど、さまざまな言葉がついて回るものでございます。そんな死にまつわる思い出を皆様のおはがきで綴る我が心の恩師の時間がやってまいりました。こんばんは。コンロンさんは原始天尊様の一番弟子、人呼んでコンロンの星、太公望でございます。さて、一枚目のおはがきは太一新人門下のナタク君です。太一新人殺す、いきなりと一言で終わっておりますが、他のおはがきも紹介いたしましょうね。雷神氏君からもお便りいただいております。雲中氏殺す、一体何がどうしたというのでしょう。前回伝更新演技外伝第1話、死の恩は海よりも深く。今から十数年の昔、ここは天空高く人間界を見下ろす巨大浮遊大陸崑崙山。その奥深く、日々新たなパオペイの開発に心血を注ぐ秘密の研究施設があったす。そしてその研究施設の最高責任者は誰やろう、太一新人様その人っす。エネルギー充填 120%、耐震耐石膏防御。太一新人様、実験は成功です。仮想標的大破、ついでに研究所側壁および天井部分ボロボロ、研究員 AB 病院送りです。この程度の破壊力を持つパオペイなんか、そこら中にゴロゴロしてるじゃないか。もっと強力な、もっとこう、なんちゅうか、もっと究極のパオペイ中のパオペイというか、例えば、パオペイが自分で考えて勝手に攻撃してくれるみたいな、そんな。今私なんて言った？自分で考えて自分で攻撃するパオペイ。いいじゃん、いいじゃん、作ってみようよそれ。かくして自ら考え、そしてその体全体がパオペイであるという究極のパオペイ、パオペイ人間ナタックンは誕生したっす。今日は昨日みたいにはいかねえぜ。くらえ、寄付！うまく裂けたな。これならどうだ、発雷！おら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 ！バカ野郎！なんかしゃぶらんかい！こりゃ CD ドラマなんだぞ！間が悪くて仕方ねえだろ！ん？そうか。そうだな。お前はもう死んでいる。何？ユーはミーに勝てないね。もしもし？月より。剣根剣！へえ、ナタク？ベリーベリーストロングよ。 This is a pendaco
なんじゃそりゃ。この近くにいるはずなんですけど、まったくなたくときたらいつもどこかをほっつき歩いておってからに。ああ、いましたいました。あれあれは、あれは健康犬。ありがとう、ハクツル、助かった。ナタ君、帰るぞ。ナタ君、帰るぞ。おい、ナタ君、誰かお前のこと呼んでるぜ。俺には関係ない。俺が勝つまでこの勝負は終わらない。じゃあこの勝負永久に終わらねえな。何しろ俺様が勝つ。俺、負けない。ナタクのやつ、親同然の私を無視しよって。何が何でも力ずくでも連れて帰るぞ、金銭。説明するっす。金銭とは今で言うところの強力な携帯式対戦車ロケットランチャーの無茶強力なやつみたいっす。金銭の直撃を受けたナタクはダメージを負いつつも対立新人様に向かっていくっす。おい、おめえの相手は俺だ。俺、おーい、ナタクー。さすがは戦いの申し子。勝ち目のない戦いでも戦闘意欲を失わないか。それに敬意を表してパオペー作りの匠たる私の力を見せてやろう。次はこのパオペー、火戦装を使うよ。で、火戦装は今でいう火炎放射器が槍の先端についた中距離用攻撃パオペース。当然その威力は現在の火炎放射器とは比べようもないほど強力なのは言うまでもないっす。じゃ言うな。飲みろ、火戦装。しまった、やりすぎた。おーい、ナタ君。なんとナタ君は火戦装の直撃を腹部に受け落下していくっす。おいおい、ああそうだ、ここで本編のもう一人のお騒がせ雷神士君のことも話しておかないといけないっす。幼い頃、コンロンさんは運中士様のもとに預けられた雷神士君。激しいスパルタ教育を受けたんすけど、立つんだ立つんだ雷神士。息が、あ、こりゃいかん。すまん、少しトレーニングが厳しすぎたようだ。さあ、これを使え。呼吸が楽になるぞ。さあ、顔に貼り付けるのだ。ありがとうございます、お師匠様。それは、治療器の効果は、生体治療器とは、運中士様が超生物薬バイオギシン Z と名付け、世の中のあらゆる病気怪我に絶大な効果ありと豪語している生物を使った治療器で、その形はカネゴンとペガサ星人を混ぜて腐らせたような、なんかぐちゅぐちゅでべちょべちょのドロドナンス。もう何のこっちゃわかんないっす。気持ちよさそうに声出してくる。本当か。畜生、いつか絶対逃げてやる。でもここは空の上だしな。そんなある日、その事件は起こったっす。
雷神士君8歳の時っす。今日も今日とて激しいトレーニングが続いていたっす。でも今日は雲中士様少し様子が違うっす。雷神士、今日のトレーニングはここまでだ。最近頑張ってるな。その調子なら一人前になって地上に降りる日もそう遠いことではないぞ。はい。今日はそのご褒美にいいものをやる。なんだそのめちゃくちゃ懐疑的な目は。さっきの素直なお返事はどこへ行った。私だって弟子のお前のことを可愛く思っておるのだ。ほら食ってみろ。何？不思議なあんずだ。それを食べれば強くなれるぞ。強くなって父親の力になりたいだろう。うん、うん、うまい。ありがとう。そうか、それはよかった。どうしたの？でなー、なんじゃこりゃー。やったー、改造人間実験成功。スポアンズを食うと雷と風を発生させる翼、転送翼が生えるのだ。その通り。アンズを食べた雷神士君の口には牙が生え、背中には大きなまるでコウモリのような翼が生えてきて、なーアンズより有無が優しとはこのことだ。死ねというのが、まあなんちゅうか、これが雷神士君誕生の秘話っていうわけす。まあひどいというか、いい加減というか、とにかく雲中士様の性格と雷神士君の雲中士様を師匠に持った悲しみっつうか、まあそんなものをよーく表しているエピソードす。んで、話をタイツ新人様とナダック君の方へ戻してみるす。ここをこうして、あそこをそうしてと。はい、痛かったら右手を上げるんだよ。早くしろ。めっちゃ親の顔が見たいよ。どうだ、新しいパオペイをつけた感じは。河川層と金銭、この2つのパオペイが加わったおかげで、ナタク、お前は遠距離だけでなく中距離でもかなり強力になったはずだ。ああ。ん、どうしたナタク、どこか調子悪いのか？いや、いい感じだ。そうか、じゃあどうした？はあ、ガガガガガガ、しまった。さっきボロボロにしたの恨んでるの忘れてた。今あのパオペイで攻撃されたら私は確実に死ぬ。さあ雷神士を倒してこい。ナタク、お前の強さを証明してくるんだ。わかった。単純なやつでよかった。なかなかいい。私でダメすな。なに、不意打ちではない。お前に能力があれば十分回避できる余裕はあった。何を、新しいパオペイつけただけじゃねえか。お前は強いんじゃねえ。そのパオペイが強力なだけだ。違う、パオペイが俺自身だ。俺はパオペイ人間だ。それに、なんだ、
お前のパオペ、俺は好きだ。だから、俺、お前も好きだ。いやん、ここじゃ嫌。何マジの分かんなこと言わせんだ！雷神氏、強くなったらいつでも俺を呼びに来い。くそほー！ここは、泣っ子も黙る、雲中師様の研究室っす。雲中師様とは、先ほどの雷神氏くんの翼、転送翼の話でも十分わかる通り、今論でも太一新人様と並び称され、恐怖のマッドサイエンティストの名を欲しいままにしている天下の逸材っす。最高の戦士が誕生する時だ。タイツなどに負けてたまるか。あのパオペー人間にお前の強さを見せてやれ。気がついたか、雷神氏。だからバイオギジン Z を使うんじゃねって何度言やわかるんだ。なんで6万もあるんだよ。かっこいいだろ。バロー、これじゃただの化け物じゃねえか。雷神氏よ、お前ナタクに勝ちたくないのか。そりゃこのままおめおめ引き下がるわけにいかねえ。俺様はヒーローだからな。そうであろう。そのお前の気持ちを汲んだわしの思いがわからぬか。大切なパオペー人間ごときに負けるな。行け雷神氏。そうか、よーくわかった。あんたの気持ちを知らねえで俺様が悪かったわかればよいのだ。わかればついては感謝の意味も込めて俺様の新しい力をあんたにもぜひ、あ、ぜひ知ってもらいたいんだよな。そうか、ぜひにか。キュー、何発雷。二人の師匠の代理戦争という様相を呈し始めた雷神氏くんとナタックくんの戦いは、そのボルテージを上げ続けていたっす。出せ、タイツ！俺をここから出せ！その捕獲用パオペー、急流進化糖は、すべてのパオペーの中でも最も硬い物質で作られている。諦めろ。出たらタイツ、殺す！師の心弟子知らず、弟子の心師匠知らずと申します。親の恩より師匠の恩、我が百年の命を捨てて功が一日の恩に報いゆ。ああ、名馬はたらいの勘に伏せども常に千里の志あり。名馬は老いて貝馬桶のそばで身を伏せるようになっても千里の道を走る心を忘れない。なたく、雷神氏ご両人、ぜひとも師弟のちぎりを忘れることなく。何をアマちゃんなことを申しておるのじゃ。原始天尊様。太公坊よ、弟子なぞ所詮師匠の持ち駒に過ぎんのじゃって、弟子の気持ちなんぞいちいち気にしておられるか。弟子は師匠の私有物だと思っとれば間違いはない。実は原始天尊様、わしにもお師匠様に申し上げたいことがいくつか。ほほう、何かな太公坊、申してみよ。では遠慮なく申し上げます。そもそも可愛い弟子をことが済んだら放心して厄介払いしてしまうというようなお考えは、果たして卑しくも人々を導き混乱の行く末を、いや、この世の中すべての育成を担うべき重職にあるお方のなさりようとしていかがなものでありましょうか。このことについてお師匠様のお返事以下では、わしもそれなりの考えがございます。
なかなか奥歯に物が挟まっとるの。もっと単刀直入に申してみよ、我が私有物の太公望よ。言っとくが、わしはお前に謝ろうなどとはつゆほども思ってはおらんぞ。ああ、言わせてもらおうか。かわいいまな弟子をことが済んだら放心して厄介払いしちまうような師匠なぞ、師匠なんぞであるもんか。てめえなんざ豆腐の角に頭ぶつけて死んじまってんだ、ブランメってことだ。わかったか。な、何ダフーバさすがダッキの妹たちというところかな。キビ、キジン、これで最後だ。無念。そこまでだな、キツネ。陰を大帝を裏で操るメギツネ、陰を害する者は誰が許そうともこの私が許さん。さすがだワンプンチューちゃん、強いお友達をお持ちだこと。お褒めいただいたお礼に自己紹介させてもらおうか。クリュウ島の姿勢が一人、オーマ。同じく養心利口派こういう剣。我が妹キビキジン、二人ともかなりの力を持っていたはず。我ら四人にかかればまるで赤子と言いたいところだが、あの二人なかなかの手応えだったよ。まんざら捨てたものでもない。わらわに力がないばっかり。今度は貴様の番だ。お前はよくやった。これだけ国をかき回したのだからな。その強胆さに敬意を表して私がとどめを刺してやる。まだよ、わらわはまだ死ねないわ。果たすべき目的があるから。何を、この状態からどうしようというのか。はあ、何、勤勉が通り抜けた。またね。まあいいだ、私は何度でもお前と戦ってやるぞ、キツネ。旋回伝方針演技外伝第2話、ダッキールテン、あの空の向こう、三姉妹、エステの星となれ。当時のわらわの名前は王子、院の第20代天使、大帝の妻。でも、その正体は仙女なの。その頃のわらわは、まだ薫風が足らなくって、文中ちゃんと姿勢に長家から追い出されてしまったの。それから、何十年か経った頃のことよ。あの文中との戦いで疲れ切った心と体を癒し、
クンフーの修行を続けていたの。でも、その体は、もうかなりガタが来ていて。キジン、そっちの漬物よこすなり。お湯沸いたみたい。お茶っ葉はどこだったかしら。ゴージャスな暮らしがしたいだに。そうね、これじゃ石部屋の時とあんまり変わらないわね、キビ姉様。空を飛び回ってたキジの時はそりゃ気楽だったけど、とにかく食べ物がなくてほんと悲しかったり、インの宮中に姉様やキジンと一緒にいた頃はすっごく楽しかったり。なのに今はこんな岩山暮らしで、キビ悲しいビン。私も石でできたビワなんかに生まれてきたばっかりに、無用の長物だのただ飯ぐらいだのって、挙句の果ては漬物石にされる始末。そりゃひどい扱いをされてきたわ。妖怪仙人になれてから楽しかったわ。そうね、そろそろ修行も飽きてきたし、なんか始めなきゃね。うっくしょった。あら、わらわとしたことが、なんてはしたない親父言葉。姉さま最近おいだり。え？椅子に座ってよっこいしょ、立ち上がろうとどっこいしょ、湯船に浸かってけだものの声。けだものって何よ。仕方ないわよ姉さま。そうね、あの忌まわしい文中との戦い、それから激しいクンフーの修行、もうこの体もボロボロよね。それに姉様もう100年近くもその体を使ってるんだもの、仕方ないわよ。姉様疲れてるり。ね、姉様その体そろそろ取り替えたらいいだりよ。キビ、あのね、私もそう思うわ。姉様は尺体形成の術ができるんだから。キジンまでそんな、二人とも簡単に言うけどね、わらわの魂魄が入り込める肉体となると100年に一人出るかどうかなのよ。そうね、その年の冬のある日のことだったわ。二人の妹は食料の買い出しに出かけて、わらわは一人で焚き火を見つめて遠い日の思い出に浸っていたの。新しい体は紀州公祖母の一人娘ダッキ。そう、その後ずっとわらわの名となるダッキはその娘の名だったってわけ。私たちが調べたところでは、このソダッキは中学の時は陸上の短距離の選手で 100m のアジア記録を持ってたらしいの。その後レスリングや水泳なんかの他のスポーツも始めたらしいけど、まあスポーツ万能ってとこね。で、お茶を鼻を小さい時から習ってて、
短歌、俳句、五言絶句、七言絶句、英検、ワープロ検定と免許改伝数えたらもうキリがないくらい。囲碁も六段の腕前だって。日々が調べた須田家の遺伝子の分析と DNA 鑑定も素晴らしい結果が出てるり。でもね、姉様、ソダキには一つだけ致命的な欠陥があるの。実はそうだり。何？ちょっと言いにくいんだけど。ソダキは、ソダキはちょっとだけ。不細工なのね。ちょっとだけね。うん、ちょっとだけだり。バカね。女は顔じゃないわよ。心意気よ。腕と度胸で勝負しなきゃ。そりゃちょっとだけはおめかしも必要だけどね。ほんのちょっとね。とにかく二人はその育ちを絶世の美女として城下の町で噂をばらまいてちょうだい。で、まだその抱きとかいう姫の写真は手に入らぬのか。はあ、ソダッキは絶世の美女だという噂だけは長家の町を席巻しておるのですが、我が国は優に及ばず、洋の東西を問わずあらゆる国の美女を網羅した宮廷広報室監修新鮮中国美女年間最新版にも載っておりませんのです。ああ、もうよい。紀州公孫へ娘を私のもとへ差し出すように申せ。事前に情報がないまま直に会った方がその驚きや喜びもひとしおというものじゃ。ははしかし、これだけ噂が広まっておるというのに、その他の情報が全く手に入らないとは、一体どういうことなのだ。しかしダッキー、どのような姫であろうかの。今から楽しみじゃ。立てば水木、座れば観音、歩く姿は広末涼子。まだおったのか。早く行け。ははー。あの中央様。なんじゃ。よだれが。誰かこやつの首をはねよ。ここは紀州、紀州公祖母のお屋敷よ。その屋根裏に二人の妹が偵察に行ってるってわけ。困った。中央様は素晴らしい王なのですが、公職なのがたまに傷。もう何度もお断りしておるのに。我が一人娘ダッキちゃんには恋愛結婚してほしいのじゃ。しかし祖母様、ダッキ姫を中央に嫁がせなければこの紀州が滅びます。中央陛下は天才的な王者の資質と獅子の心を持つお方。逆らえばこんな小さな国などひとひねりでしょう。わかっている。だが。お父様。ダッキ。祖母様。わかっておる。私はこれにて。私ならば覚悟はできています。これも紀州公の娘として生まれた運命ですから。ダッキ、無理をするな。私はお前を不幸にするようなことはしたくない。キビ姉様、静かに。下に音が聞こえちゃうでしょ。そんなこと言っても。国を滅ぼすおつもりですか。しかし不思議じゃな。赤字が。なぜあの中央様ともあろうお方がお前のような不思議。泣けるたり。いや、そういう意味では。親子の愛情に。計画は着々と進行中と。これであとは最終段階を残すのみってわけね。早く帰って姉様を喜ばせてあげましょう。キビ姉様。そしてここは院の都、長家。中央陛下の住まいにして、国の政治の中心、金城。その控え室。遠く紀州から父に連れてこられたダッキと、その父、祖母がいるわ。はあ！
なんだ、話と全然違うではないか。所詮噂とはかようなものか。やはり皇后教妃が一番の美女だな。うん。さて、仕事仕事。なるほど。そりゃすっごい美人ってわけじゃないけど、あんたたちが見つけてきただけのことはあるわね。あの骨格といい、あの内臓といい、素晴らしいわ。それに加えてあの素直で献身的な性格、ほんとわらわそっくりだわ。そうね。そうだりか、キビ姉様。じゃあ姉様、作戦開始ね。音楽スタート。なじゃソダッキ様ですね。はい。私たちは王宮エステティシャンの王貴人とキビです。陛下にお会いになる前に美顔送信のエステをなさっていただきます。お父様は先に中央陛下のところへおいでになってください。うん、じゃあ先に行っとるぞ、ダッキ。あ、私エステなんて初めてで。紀州は田舎だからエステなんてないだり。ご心配には及びません。私たちが超過の最新のエステ技術であなた様を別人に仕立て上げてみせますわ。私今の自分がとても好きなんです。そんな別人になんてしてもらわなくて。あら、あなた様は良くてもこちらはそれじゃちょっと困るんです。え、何のことです？姉様。え、何？弱体形成の術は完璧よ。全然痛くないからね。お前たちは一体。白沢言って聞かせやしょう。浜の政子と五右衛門が歌に残した盗っ人の。キビ姉様、種は月根七里ヶ浜、その白波の夜働き。キビ姉様。もう貴人はすぐ怒るり。ちょっと自己紹介しようと思っただけだり。いい加減にするのよ。あのね、キビ姉様、今日という今日は言わせてもらいますけどね、いつもいつも私がどれだけキビ姉様のおかげで苦労してるか知ってるんですか？知らない。こないだ姉様に頼まれて混乱さんに二人で潜入した時だって。二人で混乱さんに行ったのはこの今日の話しり。かっこいい自己紹介のやり方ぐらい私だって知ってます。ある時は石火、そしてまたある時は謎のタクシーの運転手。果たしてその実態は。キューティー、やめろって言ってんの。陛下、もう一度だけお考え直しを。陛下にはすでに何百人もの美しい妃がございましょうに。うん、そうだな。お前の娘を見たが、なんというかお世辞にも。なんだ、どうした、どうしたのだ。誰だ。ダッキよ。ダッキ、なんだそのくびれた腰と豊かな胸は。さらにその波打つ金色の獅子の産毛のような髪と白い陶磁器を最高級の青瓜顔で磨き上げたような肌と、全ての真実を映し出す深い輝きを持った湖。おお、いいのましゅう、このような瞳は。そしてそして、この人生を狂わす甘い香りは一体。これがエステの力です、お父様。エステの力に、お父様。同じなのね。中央様。はい。どうかしら、わらわの体
ご覧になって。かおかだら。この二人の妹たちも一緒にお仕えしたいんだって。しかし私には娘は一人しか。おデリー、これからお世話になります。よろしくね。はい。こうしてわらわはキビ・キジンの二人の妹と共に再び院の天使の妃として宮廷の中へと戻ったの。当然のこととして王はあっという間にわらわの美貌と才智の虜となってゆくわけ。あ、このあたりのお話は皆さんもうご存知よね。で、このお話の教訓は、いい女には気をつけろ。でもそんなことしてもいい女には無駄ってことかしら。ラッキーよWe'll be right back.
支配者たらんとする者はいくつかの良き性質を持った、つまり思いやりに満ち、真偽を重んじ、人間性にあふれ、公明正大で信心も厚いといった性質を持った人物である必要は全くない。いや、かえってそれらの性質を持つことは有害でさえある。しかし、さらに根源的で重要なことは、その支配者がそれらの良き性質を持ち合わせていると人々に思わせておくことである。マキャベリ、君主論より。ふう、遠い昔、あのスープーパパの内臓をぐちょぐちょにして瀕死の重傷に追い込んだ、あのスープーパパの最大の仇にして原始天孫様の宿敵、張孔明。張孔明は当時、崑崙山と仙人会を二分する勢力である金剛党の大幹部だったが、あの原始天孫様との戦いに敗れ、その地位を追われ一介の仙人となっているのだ。そしてその張孔明と我が太公望スースとの最後の死闘は、今まさにその決定的瞬間を迎えようとしているのだ。金光戦超高明バージョンレインボースペシャル。原始天孫様、スーツの打診弁に響い、太公望なら多分大丈夫じゃ。おそらくはまだ戦える。だからとりあえずは行けんじゃろうというとる。一応様子を見るのじゃ。金光戦のエネルギーを風で受け止めているとは。太公望スースは石化されたスープーシャンをレインボードラゴンから守るために動けないようです。張孔明、言ってることとやってることが違う卑怯者め。どうやら太公望君の風はただの風ではなく、金光線と同様生体エネルギーの集まりってことか。だけど防いでばかりじゃ長くは持たないよ。そう、レインボードラゴンたち、風を食べてしまえ。いやー、風が食べられて小さくなってよきます。さて、太公望くん、遊びの時間は終わりだ。最後は僕のフルパワーで押しつぶしてあげるよ。始まる！レインボードラゴン。5匹の竜が一つになっていく。まるで巨大な空気のドリルですよ。あ、スースが。スース、太公望スース、どこです？返事をしてください、スース。悲しいけれど、これも戦いだ。悪く思わないでくれ。これからは私がこのお話の主人公だ。いやー、エンディングのスタッフロールが。主人公が死んだから物語自体も終了させるつもりなんですね。原始天孫様、これから一体どうなるのですか？わからん。しかし、とてつもなく嫌な予感がする。戦海伝方針演技外伝第3話、国立安入医学園第1回、あいつは転校生。
さんじゃないぞ。わかってるわよ。父さんにはこんなに髪はないわ。もう朝から父さんを自殺に追い込んでどうするの。まったく。行ってきまーす。先行手続きの書類を持ったの。母さんは行きませんからね。自分でやるんですよ。わかってるよ。おっとボルボル、ドアは優しく閉めなさい。お父さんいつまで首吊ってるんですか。早くご飯食べてくださいね。いっけね、遅刻だ。俺夢の浩司悟、サッカーが大好きな15歳。誰が何と言おうと15歳、ハプスブルグ家の血を引く生粋の江戸っ子だ。なんじゃそりゃ。親父の仕事の都合で今日から国立安仁学園に転校することになったのだが、初日からこれじゃ先が思いやられるぜ。お待ちなさい、夢浩司くん。あ、ユミッペ。あなたの宿命のライバルにして幼馴染、相川由美子よ。今日こそはあなたから一本取って私が日本一になる。待つんだ相川由美子。あなたは相馬純。相馬純、どっかで聞いたような。相馬純、15歳にして世界バンタム級のチャンピオンになった天才ボクサー。そして同時に私に好意を持つクラスメート。由美子さん、もっと正確に君の未来のフィアンセ、愛する許嫁と言ってほしいな。あ、どうでもいいけど、そんな人んちの屋根の上に立ってると危ないし通報されるぜ。黙れ。玉のようなめめしい、はあ、女の腐ったような奴に言われる言われはない。成敗してくれる。それって性差別用語の羅列じゃないか。問答無用。やめてしよう。やだ、時間マークだぜ。はははははは。サトルくん大丈夫？サトルくんってば。あ、パンチだ。見えた。つまんない。長公明はこんなのを心霊祭するつもりなのか。いくら主人公が死んでしまったとはいえ、こんな漫画を連載させるわけにはいかない。断固阻止すべきじゃのう、妖然。そうはいかん。大公望なきあとお前たちの物語には何の力も残ってはいないのだ。さあ、国立安入学園第2話の始まりだ。しまった、先手を打たれた。国立安入学園第2話、憎いあいつくしょう、くしょう。昨日はひどい目にあったぜ。だけど俺はワールドカップ日本代表を目指してるんだ。悪いけど剣道はしばらくお預けさ。待ってたわよサトル、今日こそ決着をつけさせてもらうわよ。俺はワールドカップ日本代表を目指すんだ。もう剣道はやめたんだ。その証拠に昨日から俺は国立安入学園サッカー部の部員さ。サトル、あなたは何も知らないのね。確かにあのサッカー部は数年前までは全国大会常連の名門チームだったかもしれないけど、今じゃただの不良たちの集まる我が学園最大のお荷物クラブなのよ。なんだ、そんなことなら知ってるさ。でもそんなことなんでもないぜ。俺のシュートでみんなを更生させてみせる。あのサッカー部の本当の秘密を知らないからそんなこと言ってられるのよ。え、本当の秘密なんだそれ。幼馴染のよしみで教えてあげるわ。実はあのサッカー部はバドミントン部なのよ。そんな、はあはあ、あ、パンチだ。すごくつまらなさが加速している。一体いつまでこんなことを許しておくのじゃ。ようぜ、早くなんとかし。まだまだ続くぞ。しまった、手遅れか。くそ、なんで俺はあんなクラブに入部しちまったんだ。サッカーなんかできやしねえ。昨日は一日ラケットの素振りに費やしちまったぜ。待ってたわサトルくん。あ、ユミッペ勝負。あ、パンチラ。いい加減にしろパンチラ。
やチョコメ、もう勘弁できん。シナリオは推しが書く。現世戦争様新連載先駆け混乱塾、私が塾長の原天使孫八であり、かくなる上はこの僕が孫八、孫八、孫八である。旋回ストリーム、キョンバンは今宵も旋回ストリームの時間がやってまいりました。僕はこれからのひととき、皆様と共に旅をしてまいります陽禅です。今宵も安らかな眠りが皆様を誘うまで、僕のお話と美しい音楽でお楽しみください。旋回ストリーム、夕日に赤く染まった遥かなる地平線が空と海を分ける頃、あなたの目はあなたの心と体を離れて、信じられないミステリアスな世界へと旅立ちます。そこはこの世には存在してはならない脅威の世界。もうあなたは後戻りすることはできない。その混乱と恐怖の世界にあなたは耐えられるのか。旋回伝方針演技外伝、ただいまの出演、スープーシャン、マスカー陽一、阿久津の道寺、小林和也、ナタク、宮田光輝、大紳士、松本里香、陽禅、千葉進、ダッキと由美子、加賀津由美、原始天孫と父、大木民夫、文中、松山隆、張高明と悟、小安武人、大間と助手 B、 佐伯博士、陽心、陸仁志、尾行派、笹島香織、高有健と助手 A、 木の内力也、キビと姉、千葉千恵美、大木人と母、柚月涼香、中央、松田裕樹、雲中氏、石川大輔、大一新人、坂口大輔、祖母、木山真、側近 A、 天田正人、側近の兵、正子克美、そして太公望と純は結城宏でお送りしました。